MM18 新しいの出ました。新しいの出ました。私あのマイバットで使ってますから、赤いやつ。赤いやつですね。そう、これがねミドルライト、はい、前回出たミドルバランスよりも軽くなってるということで、うん、でねカラーもねブラックとこのシルバーなんだけど、うん、前のやつはゴールドだった。そうだったね。どんぐらい軽くなりましたか？ 40g 軽くなってます。 40g バットで 40g 軽くするのめちゃくちゃ大変でしょ。そうだよね。こんな感じでね、うん、MM18 の18がねウレタンが 18mm と肉厚で質のいいウレタンが詰まってるということで、ね、トップバットでございます。ウレタンの部分先とねこの間があるんだよね。トップバランスはねもうちょい上まであるんだけど、そうだね、ミドルバランスだから下に寄ってるというバランス。あ、そうだね。だから打つ部分も手元寄りでね、ここでしっかりミートしてって感じね。フィーリングお願いします。フィーリング、あ、軽い軽い軽い、なんかスッて出てくる、滑らか、なんかこうやってスッて出せる感じあるよね。そう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 、ね、なんか滑らかにスッて出る軽い感じです。今回は MM18 の紹介でした。今回の題は野球あるある練習編、ノックのラスト1球が終わらない、あるある。本日の MVP 賞はこちら、こちらを3つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、おすすめの動画はこちらを見てね。